今日はプロになる人はどんな人か、まあ、そんな話をしていきましょう。小小説説家鈴木一郎の小説講座放課後ラジオえ今日はあのうちの小説講座15年間で都合15年間で21人デビューしているのででまあ その受講生を見てきてデビューした受講生を見てきてああこのこういう人がプロになるんだということを僕が学んだのででまあその話をしていこうかなとういうことです。でプロになる人ってどんな人なのかっていうと、まあ、ああまあ実際にこうメールのやり取りをすると非常に分かります。えまずう あれこれこ言わず、とりあえず言われたことはとりあえずやってみようっていうそういう行動する人そして書く人聞く耳のある人まあここら辺はみんな一緒だよね書く人と聞く耳のある人それから続ける人とういうことです。で書く人書く人というのはとにかくまあ基本的にそのプロになる人って筆豆の人が多いです。えー例えば あの現行の進捗状況の報告っていうのはあちょこまかと全くしない人いますよね全くしない人っていうのはやはりあ難しいよなっていうことは思いますけどあのこまごまとあこのぐらい進みましたでただ進捗状況の報告をするだけではなくていやあちょっとお桜ああ ちっちゃいましたね。とか、今ちょうど風が強くて桜吹雪が後かっていうような。具合にえっ、ー、と身の回りのことを書いて送ってくる。タイプの人っていうのは？えー、まあ、プロになれるよね。っていう印象はとても強く持ちます。これはなぜなのかはわからないって言いたいところなんだけど、まわ、あ、かるよね。身の回りのことがこう書けるということは、つまり、身の回りのことが描写できるということと、やはり書くことが。 その苦にならならいっていとうことではあるでやっぱり話好きが多いということと同じように書いて人に伝えるのが好きっていうタイプの人おいややっぱりそういう人っていうのは結局のことは結局のところ書くことがいっぱいあるからさということはあります。であとお とりあえずやってみる人、つまりその登場人物の履歴書を作ってみようよっていうような話をした時にん効果あるのかなって言いながらとりあえず作ってみる人だとか、えー、と20代30代の受講生に,、えー、にはとりあえず入力に力を入れようその系統だったことがあ話ができるように系統だった知識を得るために 国家資格、なかの国家資格を取っておこうという話をしてます。で、そういう話をしても、まあ、右から左に通ずぬける人もいれば、あ分かりましたってサクサクやる人もいる。で、まあそこら辺とりあえずやってみて大事ではある。どの道必要なことだからねっていうことではあります。あ,あ、まあその他にも例えば国語のコミュニケーション能力ってチェックしようよ。で、 まあ一番その言われた側が傷つかないようなものまあうどうだろうなあの中学校の国語の問題集をやってみましょうやでそれがそのこう9割うまくいかなかったらあの得点率が90%を切るようだったら1回やってね1回やって90%を切るようだったら中学校の卒業の国語力がないから。 ああ中2のべああ勉強し直す中1の勉強し直す小学校の勉強し直すというふうに遡ってやろうやいうことは結構あります。うんまあとりあえずそういう話をしてみようや、えー、とりあえず登場人物の履歴書を作ってみようやとかっていうような話っていうのは意外とそのそれですぐ取りかかるかどうか。ああ まあ、すぐ取りかかれるかどうかっていうとりあえずこう効果があるかどうか分かんないけどまあとりあえずそのお何人もこうプロを出して小説講座の先生が言うんだからまあとりあえずやってみようかっていうまずそのとりあえずやってみるっていうことができるかどうかって大事だったりします。でそれからああ 聞く耳がある人ってそれとと同じことだよねつまりやってみまし,見ましょうやっていった時にまあとりあえずにじゃあやってみるわっていうようなタイプの人っていうのはまあ伸びるし、まあ、まあ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 プロにはなるよねっていうことはあります。で続ける人続ける人これはいろんな意味の続けることです。例えば、うん 身の回りのことをちょっと書き添えようねとか筆まめでちょこちょことこうおー、まあ、メール身の回りのことをメールしてこようねって言ってこう聞いた時はすぐにやけれど、うん、まあやっぱり、えー、まあ面倒くさいからやめたっていう人っていうのはまあまあいるし、ね、えまあやっぱりある人であこれやんなきゃいけないよなっていうふうに再会する人もいるし。 でどういうペースでもいいんだけれどもちゃんと続けるっていうことってすごく大事だったりします。でこう小説を執筆する上でこう小説を書く人っていうのはストーリーの作り方ばかりに目がいってその他のことっておまま,あ、まあ聞かない例えばこう「体力つけようね」とかああ「社会性を維持しようね」えー 固定収入を確保しようね執筆外環境を整えようねっていうような話をしてはいるんだけれどもでまあ頭で分かっていても結局投げ出しちゃう人っていうのはまあまあ、まあ、まあまあいるしそれから右から左に突っ抜けていく人もいます。で、えー うちの小説講座ずっと継続授業をしてると大体いいね3ヶ月に遍ぐらいまままあまあまあ同じ話するのよでそうすると「あまた同じ話してるからいいや」って言ってほかあの,他の受講生の作品公表っていうのは、うん、聞かなくなっちゃったりやめちゃったりするんだけどその時にそう聞かなくなっちゃったりやめちゃったりとかその やめちゃったりっていうりあれだな聞かなくなってまあ右から左に筒抜,、えー、抜けてるんだけど書いてみて「あこれあの時のことだよね」とか「えー、っとこれ前こう書いてた時に確かこの喜一郎が言ってたよな」とかっていうようなことを思い出す時がある。でその時が来るまで書き続けるっていうことって結構大事だったりします。 ね、これが大体どのぐらいで分かるかって結構個人差あるので,でどのののぐららいい続けられるるかっていうもも個人差があありますものすごくある20年かかる人もいれば56年で分かる人もいればまあ2年3年ぐらいで分かる人もいるのでねこれは何とも言えないんだけどもただそういうふうに続けることっていうのはすごくう大事ですということはあります。 でそういうういいタタイイププで続けるタイプねということこはありますまあごくまれにね会った瞬間に「あこいつプロになるな」っていう人が会った瞬間に分かる人ってまあいることはいます。この30年ぐらいこの仕事をやってて30年ぐらい34年かあやってて3人ぐらいいたかな。ねえ。 さすがにあこれは確実にプロになるなっていうことは人は外したことはないんだけれどお外したことはないけれどそうそうそうこの人大丈夫かなっていう人がプロになってガンガンやってる人もいるしね、えー、そう外したことはないよな外したことないねそう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 。 まあそんななに多くはないです大抵は絶対確実にプロになれる人と絶対になれない人の大体真ん中ぐらいをこうずっと行ったり来たりしているので小説講座の先生というのはあまあそういう人たちがそのプロになれる方にこうお動くように動くように、まあ、時期を待つ時を待つまあそういう,う仕事ではあるかなっていうことです。 鈴木喜一の小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにでも受講できます。江戸川乱歩賞や横溝折症、摂政、大、江山の新人賞など、圧倒的プロデビュー実績を誇っています。この番組では皆様からのお便りを募集しています。えっと概要欄にリンクを貼っておきましたので、えそこからアクセスしてください。 この番組はラジオトーク YouTubeGoogle、えー、ポッドキャストなどなどのポッドキャストプラットフォームでもプラットフォームで配信しています。というところで、えー、皆さんの質問待ってます。えー、っと今日はプロになる人はどんな人かそんな話でした。ではではでは。